ご飯できましたよ。今日は油揚げです。うむ、キツネは好きだものな。ご飯できましたよ。今日は油揚げです。うん、キツネは好きだものな。ご飯できましたよ。今日は油揚げです。サカさん、私がタイムリープしているわけではないよな。油揚げを条件に過去に戻るとかじゃないよな。明日も油揚げです。明日もなの？ということがあってだな。また油揚げが待っているかと思うと、正直あんまり家に帰りたくないんだ。うちも似たような感じです。あやのところもか。私ってお肉好きじゃないんですよ。食べた後の口に残る脂っぽさが気持ち悪いし、体臭がきつくなるし。でも、もみじがやたらとお肉大好きで、もう毎日出るから正直辛いです。あんた、一人身の時は木の実ばっか口にしててお肉食べなかったものね。ナッツとか結構腹持ちいいんですよ。うまい棒に次ぐ取材のお供です。うまい棒は腹持ち悪いだろ。とにもかくにも、お付き合いしたからといって趣味思考が合わせられるかって言ったら難しいですよね。だからって、好物を制限してしまうのもかわいそうと思ってしまうしな。本当にそれです。はたて、お前はそういうのないのか？うちですか？別に、たかが野生の鶏の神様ってことで鶏肉が NG ってくらいですよ。それもきつくない？だってそれ、お酒に合う焼き鳥も食べれないってことだよな。肉は好きじゃありませんが、私でもお酒のお供である焼き鳥を我慢するのはなかなかにつらい。そりゃ、最初はきつかったわよ。まあ、今は鶏肉を食べたいとも思わないわ。はたて、お前のとこは毎日食卓に出るものとかないのか？今日もこれかよ、みたいなものとか。タカさんが好物ばかり用意するとか。ご飯はほとんど私が作るんで、別に不便はないですよ。え？地獄や鬼の国とかの異界の関所で仕事するクタカより私の方が時間あるからね。必然的に食事は私の担当になったわけよ。まあ、鬼の国ってワードだけで絶対やりたくないし大変ってことだけは私でもわかる。旗てったら、お料理できたんですね。海のない幻想郷でどこから魚介を仕入れたのか疑問ではありますが。旗て、可愛い私ともみじを養わない。タカしか勝たん。私と付き合ってた時より夢中じゃないですか。ちょっと嫉妬しちゃうんだけど。あなたの時はあなたに夢中だったわよ。ご飯作ってあげる余裕がなかっただけ。メブム様が仕事をたくさん押し付けるから。はぁ？なんでや、メブムン関係ないやろ。上司なんだから関係ないことないだろ。っていうか、髪を下ろすと旗手要素が途端になくなりますね。うるさいわね。私もそう思うからトキンだけは被ってるんでしょ。もうジャージは着ないんですか？普段着だったじゃないですか。マジだるいわ。だるすぎて風呂入るのも面倒。こんな感じに長ズボラだったお前が、全部も変われば変わるもんだな。いいから、食べたら帰ってよ。ただいま。お帰りきたか、ご飯できてるわよ。いい匂いです。大天狗様もあやさんも、こんばんは。ご挨拶が遅れて申し訳ありません。挨拶などいいさ、君も座りなさい。タカさんはお酒っていけましたっけ？一緒に飲みましょうよ。そういやあなたたち、おうちの人には連絡した？さっきご飯食べて帰るって LINE したから大丈夫だ。あの、大天狗様、LINE の通知音がすごくないですか？うむ、画面は見ていないが、おそらくは司のやつが今どこにいるのか、女といるのかとか LINE で連打しているんだろう。ヤンデレじゃん、こわ。嫉妬しちゃって、可愛くないか？そうしそう愛ならむしろヤンデレはプラス要素です。メブム様って司さんのこと好きですよね。縛る女とか、私なら絶対に付き合いたくないです。電話に出ろ。居場所特定するの早っ。ああやって嫉妬されると、愛されてるなって実感できて嬉しくなっちゃうよね。いや普通に怖いわよ。食べ物の好みは合わなくても、性格的な相性はバッチリですね。